てあれ。あれ雪かな。うわえ、なんだこれ、氷だね。うわおー、やばいこれ。はい、こんにちは。夫婦で世界旅行しているゼオ家のボケンです。日本は快適で安全で住みやすいんだけど、海外では日本では味わえないようなスリリングな体験を味わうことができます。壮大な雪原と断崖絶壁、砂漠を散歩したり、雪原を永遠とドライブしたり、せっかくこの地球に生まれて人生は一度きり、できるだけ多くの経験や体験を得ることで人生を豊かにすることができると思ってます。ただ海外だと日本と違う面もかなり多くて、トラブルに巻き込まれたり危険な目に遭うことも結構あるので、今回は僕たちが出会った海外旅行で避けるべきトラブルトップ5を紹介して、皆さんの海外旅行を最高に楽しい思い出にしてもらうために参考にしてもらえればと思ってます。ということで、早速海外で避けるべきトラブルトップ5、第5位、宗教のタブーに抵触すること。これ日本で過ごしてるとあまり意識することはないんですけども、海外だとイスラム教とかキリスト教とかヒンドゥー教とかいろんな宗派があります。その宗教ごとに禁止されてる事項っていうのがあって、基本的には日本人が観光としてその国に行った時には5人いれば5に従えっていうルールで、このルールに従わないといけないんですけども、例えばイスラム教だとお酒を飲んではいけないっていうルールがあったり、教会とかだと写真を撮ってはいけないとか、写真は撮ってもいいけどもこういうピースとかポーズを撮ってはいけないとかっていうルールがあったりします。僕たちが実際アブダビのモスクに行った時には、観光客もちゃんとそのイスラム教に準じた服装をしないといけなくて、例えば女性はこう肌を見せてはいけないっていうところがあって、この ヒジャブっていうね、肌を隠すスカーフがあるんですけども、このこいつですね、女性がね着るものなんですけども、実際その着た映像っていうのはね、こんな感じであるんですけれども、マジで綺麗だったね、これ。絶対来るべきだね。これはすごい、だってもうこれ見てもらってもね、分かる通り、もう白と金色のこの組み合わせがね、すごいいいね。女性はね、こういう肌を見せてはいけないので、こういう頭からスカーフをかぶって、肌を見せないようにしてました。で、実際僕たちが行った時もスミちゃんはこのヒジャブを現地で買って教会に入るっていうようなことをやってました。おお、スミめっちゃ似合っとる。女性はこういう頭を隠した服を着ないとダメらしくて、こういうねドレスコードがあって、スケルトンがダメで、こういう全部スカーフと服で、この服は服とフーディーが被ってるからスカーフは買わなくていいらしいです。さらに厳しかったのは、このアブダビのシェイクザイドグランドモスクっていう教会ではピースとかポーズ取っちゃダメだったので、実際観光客の中でピースしたりとかして写真撮ってるような人たちがいたら警備員が来てカメラをチェックして、そういうデータがあったらその場で消させることもやってたので、本当に冗談じゃ済まされないような空気感でした。教会だとか寺院とか、あとはまあピラミッドとかのお墓系、神聖な場所に関しては行く前に必ずルールについて調べる必要があるかなと思ってます。はい、それでは海外で避けるべきトラブルトップ4、虫やダニです。日本では虫が原因で病気にかかるっていうことはあまりないんですけども、世界的に見ると人間を死に追いやってるのは蚊だったり虫っていうことが分かってます。例えばね、ちょっとこれネットで見てもらったら分かるんですけど、はい、例えばね、このネットで人間死因動物ランキングっていうのを調べると、例えばこれライオンとかカバとか、まあ、クマとかいろんな危険な動物いると思うんですけど、一番ね危険なのってこの蚊なんですよ。虫とか、まあ、蛇とか蚊とかダニとか、結構ねこれはシャレにならなくて、日本ではねあんまり切り捨てることはないと思うんですけど、海外行くと結構そういうことが事実としてあるので、めちゃくちゃね気をつけた方がいいです。
リゾート系のホテルは結構虫を駆除してくれてるところも多いんですけども、それでもね、こういう感じのね、虫除けのスプレーとか、あとは刺された時の塗り薬みたいなのは必ず日本から持って行っていった方がいいかなと思います。あと気をつけるべきはトコジラミとかノミとかっていうのがいるので、モーテルとか安い宿とかにはトコジラミとかいやすいんですけども、高級ホテルも実は油断禁物で、ベッドのシーツとかね、綺麗なホテルって清掃されてるんで、あんまりそのトコジラミがいるってことはないんですけども、モーテルなのがそのベッドの上に置いてあるクッションとか、あとはソファーとかですね、っていうのは毎回毎回そのベッドのシーツは洗濯はしてても、クッションとかソファーまでは清掃しきれないケースっていうのがあるので、僕たちはベッドのシーツに対してはこうバターンってダイブはするんですけども、ソファーとかクッションはちょっとのけて一応気をつけてるっていう感じで対策をとってます。はい、海外旅行で気をつけるべきトラブル第3位、柵のない崖やスポットです。これは話すより見てもらった方がいいかなと思うんですけども、日本では安全な場所以外は柵がしっかり浮いてあったり、あと看板ちゃんと立ててあったりしてるんですけども、海外ではオンユアリスク、つまり自己責任で楽しんでくださいねっていうパターンが多いので、これフェロー諸島っていう島に行った時の映像で見てもらったら分かる通り、断崖絶壁に橋がかかってて落ちたらマジでやばいっていうような状況です。え？あった？え？こんな高いところにあんの？やばいよ。うわーうわー怖っ。うわ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 、ここか。下見ちゃダメ。ついにね、来ちゃいましたね。これを YouTube で流すのさすが日本人はずだと思うけど、 Walking at the bridge is at your own risk. Only one person at time. 一人だけ登ってくださいと。で、あなたのリスクで、 On your risk でやってください。うわ、ちょっとこれ怖いぞ。ちょっとさすがに怖い。いや、なんか登んないという手もありなぐらい怖いわ。シャレにならんぐらい怖い。そうだよね。うん、シャレになってないよ。なってないぐらい怖い。スミ行くの？いや、ちょっとだけ近づいてみようかな。ああ、いや、マジで気をつけてね。ほふく前進ぐらいで。いや、よう行くな。うん、そこでオッケー。泥の方見れたりする？撮ります。すごい。怖っ。もう俺絶対無理。スミが怖いので俺が行けるわけないわ。行きたくないもん。普通に行きたくない。チャレンジする気も起きない。本当よこれ。そうなん。真ん中行ってったら行ける。いや、もうええわ、大丈夫やわ。俺隅の安全の方が大事だから。取れたかよ。取れた。まあちっちゃいけど隅は。これはね、悪い点ばかりじゃなくて、正直そのいい点もあるんだけど、柵ばかりのこの景色よりも柵がない自然そのままの景色を堪能できるっていう点では海外でしか堪能できないので、それはそれでね、しっかりこう楽しんでもらったらいいかなと思うんですけども、自分自身で危機管理だけはやっとかないといけないというところだけ気をつけておいてください。あともう一個、アイスランドでのエピソードなんだけど、この氷河地帯でみんな遊んでて僕だけここに落ちたんだよね。どうだった？
いや楽しかったよ。そう、あんな分厚い氷の上にさ、経験ってないから。確かに。うわ、スケートスパイクあったらもっと楽しい。そうだね、スケートしてみたいね。スケートしてみたい、この上で。楽しそう、楽しそうだね。これはすごいね。あそこでウェディングフォト撮ってる人いる。まあめっちゃロケーションとしてはいいけど結構寒そうだね。まあでもああいうアイデアもあるってことだね。うわすごいパキパキ音する。大丈夫かな。うわ怖っ。ちなみにこの氷入ったら数分で人が亡くなるらしいです。なんか看板にそういう風に書いてあったから潜らないでくださいって言ってて。うわ怖っ。足はびしょびしょだ。いや池の氷を歩くときはオンユアリスクでお願いします。いや焦ったよ。心臓止まるかと思ったマジで。あそうバキバキバキって。ね落ちてったよね。落ちてった。落ちてって僕が死ぬか思ったマジで。よかった生きてて。あそこが深い可能性余裕である。余裕だった。これマジでこんなにみんな遊んでて落ちると思わないじゃないですか。こんな平和そうな場所でもう誰も管理してないっていうのは本当に怖いことで、皆さんも僕みたいにならないようにオンユアリスクしっかり管理しながら遊んでください。海外旅行で避けるべきトラブルトップ2は釣りや強盗です。まあこれはね結構あるあるではあるんだけど、一番日本人がスリに遭ったって僕の方で聞くのはスペインとかイタリアの観光地とか、あと電車の中とかで集団でねスリに遭うことがあるので、これはマジでめちゃくちゃ気をつけてください。ヨーロッパとかだとフランスだったり、あとイギリスとかでもスリに遭うっていう話は聞いたことあるかなと思います。特に結局スリの人って観光客を狙ってるので、日本人がヨーロッパとか南米行った時にこう狙いやすかったりとかもするので、結局僕としては取られてても大丈夫なような荷物のセットアップみたいなのを考えた方がいいかなと思ってます。まあ、対策としてはズボンのポッケとかに財布とかをまあ入れないっていうのは当たり前ですし、まあ、ジャケットとかある場合はこういうジップがついてるポケットに入れるようにしてもらうっていうのが一個の対策かなと思います。であとはまあ内ポケットに入れてると結構しっかり自分でも気をつけて守れるので、内ポケットある場合は内ポケットに財布とかを入れるっていうのもいいかなと思います。あとは現金を盗まれても大丈夫なような額しか持たないっていうのもかなり大事で、たまに10万円とかをねその現地の通貨に変えて持ち歩いてるっていう人もいると思うんだけど、これは結構そのまま盗まれちゃうと旅が台無しになっちゃうので避けた方がいいかなと思ってて、僕たちの場合は僕がだいたい1万円ぐらいで、スミちゃんも1万円ぐらい、まあ最悪取られてもいいかなっていう額を持って、あとはクレカをだいたい1人2枚ぐらいかな、2枚別な場所に分散させて持って、さらにスーツケースに念のためのクレカをもう1枚持っておくみたいな形でだいたいクレカで過ごしてます。クレカだったら最悪取られちゃってもそこでストップしちゃえばいいし、スマホに Apple Pay とかでクレカを入れておけば、これもまあリスク分散にもできるので、そういう風にクレカを分散して持っておけば早くまあ取られても何とか生きて日本に帰れるよねっていう状態にできるかなと思います。あと皆さんクレカの海外キャッシング機能ってご存知ですか？これ結構知らない人が多くて、クレジットカードの海外キャッシング機能っていうのをオンにしておいて海外に行きます。で対応している ATM にクレジットカードをそのまま突っ込んで下ろしたい金額を押すとそのまま現金が下ろせるんですね。しかもこれ普通だったら日本から日本円を持って行って海外の両替所でその現地の通貨に両替するっていう手順を踏むと思うんですけども、海外キャッシングの場合実はそれより安いレートで現金を手に入れることができるケースが結構あって、わざわざ安い両替所をこうググって調べてそこにわざわざどこどこ行って両替するよりは全然お得なケースもあるので、これはね皆さんご自身のクレジットカードの海外キャッシング機能の有無っていうのを調べてみるといいかなと思います。クレカで唯一気にしないといけないのはホテルとか空港の公共の Wi-Fi 経由で決済するときは気をつけた方がいいです。まあ、ホテル
ルとかカフェで飛んでる Wi-Fi ってセキュリティ的に弱い場合があって、クレカ情報とか SNS のパスワードとかを悪い人に盗まれちゃったりすることがあるんですよ。なので海外でそのクレジットカード情報で Web 経由で決済するとかっていう場合には VPN っていうサービスを使うと安全に通信することができるんですね。僕たちは NordVPN っていうサービスをよく使ってるんですけれども、まあ分かりやすく言うと、ホテルやカフェの公共の Wi-Fi っていうのがこんな感じで、糸電話みたいに誰でも盗み聞きできちゃうぞっていう状態で、この NordVPN っていうのを使うと誰でも盗み聞きできちゃう公共の回線をこんな感じで専用の回線にできて情報を守れますっていう感じなんですよ。これ話それるんだけど、ヨーロッパとか中国とかだとそもそも動画配信サービスを使うときとか日本のメールを見るときとかにご利用いただけませんみたいな表示が出ることってないですかね。これも実は通信内容を国境を越えるときに検閲されてるからっていうのがあって、この問題も NordVPN を使うと解消することができるんですね。使い方も赤ちゃんでもできるぐらいめちゃくちゃ簡単で、今回この動画を見てくださった方限定で3ヶ月のクーポンコードを発行してもらってるので、クーポンコード安すぎ安めぐみで覚えてください。さらに今なら30日間の返金保証もついてるので、一度使ってみて快適性と安全性っていうものを確かめてみてください。ということで、海外で避けるべきトラブルトップ1位です。第1位は天気や天候です。ドバイの砂漠だったりアイスランドの氷河地帯なんかはポッケー美しいので、ぜひお休みの時とかに行ってほしいんだけど、うわー超綺麗、やばい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 、この絵はやばいな。気温がやばくて、ドバイの場合は気温50度ぐらいまで上がったり、アイスランドの場合は氷点下10度ぐらいまで下がっちゃうので、しっかり準備しておかないとマジでやられることになるんですね。以前フィンランドの Vlog でも紹介したんですけども、寒さは体の手とか足とか末端からやってきて、暑さは頭脳天から来るっていうことで、寒い時は末端を守るためにこの手袋とか、あと靴下、マフラーとか耳当てとか、まあニット帽とかですねとかで末端を守って、暑い場合は頭、帽子とかグラサンとか、あとはこのタオルをかけるっていうのもね、日差しを避けるためにめちゃくちゃ大事になってきます。その格好すごいね。いや暑くてさ、日差しがやばいからさ、帽子だけかぶってたけど横がさ焼けるに暑くて現地の人かと思った。いやさ、半袖着てたんだけどさ、めっちゃ暑いからこれマジで焼けてきたから、結果現地の衣装みたいになってるマジで今旅行してると、これ北国の試される土地の方じゃないと結構厳しいと思うんだけど、特に寒い地域って雪で道がホワイトアウトしてどっちがどっちか分かんなくなっちゃったり、道が凍結して滑りやすくなっちゃったりとかもするので、まあ、特にね、そのレンタカーで車を運転する人とかは絶対めちゃくちゃ気をつけてください。僕たちも一回アイスランドの道を走ってて、道の真ん前がもうホワイトアウトして1メートル2メートル先の状況もよく分からないっていう状況に陥って、そのまま雪壁に激突しちゃって、あわや救命になるんじゃないかっていう状況になったことがあるんですよ。おはよう。なんかさ、うん、車にさモンスター積んでたの、うん、そしたらモンスターガチガチに凍ってんだけどシャリシャリのさ、うん、モンスターを飲みながらさ、対向車が見えるのが10メートルぐらい先しか、あ、ね、ライトつけてんのにね。そうオーマイゴーシー、スミちゃんが今ね後ろのカメラをきれいにしてくれてます。
そういうトラブルになっても大丈夫なように車にスコップとかシャベルを積んでおいたり、食料をしっかり買っておいたり、緊急時の連絡先をしっかり把握しておくとか、まあそういった対策をしてしっかり準備しておいてください。本当に日本だと地震とか台風とかって本当に人間の力ってちっぽけなもんで、自然に対しては人間の力ってどうしようもないっていうことは重々承知はされてるとは思うんですけども、それって世界共通であるし、見たこともないような現象が海外では起こるので、十分注意して旅行を最高なものにしてください。オッケーでございます。あっち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 、無理、熱くて熱っ、上がろう、うん、上がろう、あっち、ということで本日は海外で避けるべきトラブルトップ5を紹介しました。参考になるものあったでしょうか。このチャンネルでは今後も世界の絶景とともに人生がワクワクするようなエピソードをお送りしていきますので、ぜひともチャンネル登録といいねで応援してください。それではまた次回の動画で会いましょう。人生は自己実現と家族孝行、条件の冒険は続く。We were just the summertime flame.